ました。どうも、のぞむさんでーす。岩尾さん、本日はよろしくお願いします。スポンサーということで。スポンサーですか、僕。スポンサーです。スポンサーで1000万円を提供していただいてどうもありがとうございます。いや、どういうことですか。何が提供していただいてって。1000万円持ってるでしょ、タク。いや、まあ、はい。ね、いや1000万まあまあもうちょい持ってますけど持ってますよね。ですから今回まあ、それをですね、はい、番組を通じまして、はい、1000万円使っていただく。なんでやねん。何がですか。俺の1000万円やん。そうですよ。そうや。何が悪いねん。なんでやねん。何がよ。なんで使わなあかんの。なんで使わなあかんねん。あれへんかな。何やん。いつでも使える。なんでちょっと待って、なんで持ってんの。この中にちゃんとやめて。ちょっとリアルになるからそうしたらこれはもういつでも引き落とせる状況。もう暗証番号も全部分かっております。あかんあかん、ね、そんな。ですから今日はガッチリと使っていただきますから。1000万でしょ。ちなみにこの1000万岩君どうやって貯めたんですか。まあなんか M1 とか漫才賞の賞金と、はい、あとはお年玉をコツコツ。そうなんね、ちっちゃい時からの僕思うんですよ。なぜなのかね。やっぱ芸人なんですよ。芸人ですから1000万円ガーッと使っていただかないと。いやまあそうですけど、ええ、1000万はちょっと言うなんでそんなこと言うねん。おいリーグ B 世界こと言うなんや。なんでジェームズいやでのんちゃん。なんでのジェームスちょっときついね。痛いよ目が。ジェームスとリーグビーも言うてるやんけ。ホールド力強いねんで。ジェームスの痛いねんて。リーグビーなんてリーグビー世界こと言うなや。リーグビーちょっと手震えてるやんけ。震えてない。緊張してるやん。震えてない。緊張してない。